お、やっと来たー。あー、今年初。おはようございます。帰ったんで。今日の赤トンの日、はい、テトラのこの前、はい、動画って言われてこの前、はい、久しぶりに帰ったんで、はい、この使い方、はい、ちょっと最初種類、あ、そうだ、ジャリム、ジャリムブルームーンの食感、秋山さん、秋山さん、こっちだ。あー、どうも。あー、ジャリメイユーチューバーなのかな。ではない、片方だけ。いっちゃいます。はい、はい、どうぞ。冷てえけど。いいや、やるしかない、でも。よっしゃ。はい、ってことで、いろいろ釣りタイムなんですけど、このチャンネルでは、ゆるく楽しく美味しくテーマに釣りをしてる人でも、そうでない人でも釣りの楽しさが感じられて、ちょっと魚で美味しいご飯が食べたくなるような動画を配信しておりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ん、全然言えてないね。はい、ということでですね、今日何日ですか。5月の15日でございますね。ちょっと今日は風がすごく強いので、アオリイカをやりたいんですけど、ちょっとまだ沖に出るのは危ない。でもやってる人いるよね。ちょっと危ないと思うので、ちょっとここでシロギスを釣って様子を見てですね、でちょっと風が収まったタイミングで沖に行ってアオリイカを狙おうかなと思いますね。ってことで、仕掛けはこの投げ五目、キス釣りのちっちゃい針が2つついた仕掛けですね。と7号の針使いますね。多分ね、6号ぐらいがちっちゃい針の方がシロギス吸い込みやすいのでいいと思うんですけど、まあ、7号でも全然いいかなと思いますね。はい、で仕掛けも簡単で、ここに天秤があるんですけど、天秤からさっきの仕掛けがこうピューっと来て、でここに針がついて、ここに餌をつけて投げるって感じですかね。全然見えやろうな。餌はこの砂ゴカイ、砂利目っていうミミズみたいなやつですね。これがね、俺苦手っちゃんね、つけるの。うわーうわー、久しぶり。こんなやつですね。ちょっとこれ俺は半分にしますかね。半分。うわー痛い。これの針ですね。針を持ちまして、おとなしくしなさい。これの切ったところの、うん、気持ち悪いよ。ふっと刺して、優しく刺してスッと抜くって感じです。こんな感じでいいと思います。これは苦労するぞ。難しい。はい、ちょっと失敗しましたけど、こんな感じです。はい、ちょっとこれで一回投げてみようかなと思いますね。よし、シロギスさん、いますか。これ着底多分すぐするんで。あ、止まった。止まったらゆっくり。なんかシュルシュル言える。大丈夫これ、何の音やか。うわ、なんか変な音しよる。ゆっくり、重りが底をズルズル引く感じでやりましょうかね。重りがね、底を引きずってる感触を感じて巻いてくるって感じですね。シャルゲスがいると、こうトン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 ってお尋ねが来るので、おっ、ちょっとお尋ねがあったかなと思ったら、リールを巻くのやめて、ちょっと竿だけでこう引っ張ってみるって感じですかね。サビクって言うんですけど、これやる感じですかね。これはなかなかぞ。うん、足元の近くまで来たら一旦上げて、もう一回キャストって感じですかね。やっぱり風は大敵ですね、釣りの。ああ、先っちょない。付け直します。この作業の繰り返しですね。うわー、元気いっぱいこいつ。大変興奮しておる。おとなしく、おとなしく、おとなしく。わー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 。大変だぞ、これ。なんとなく、こう、シロギスと、うちでメゴチっていうやつがいるんですけど、結構こう、動きを止めるとメゴチになって、割と動かし目の時にシロギスが来るようなイメージかなって感じですよね。だからあんまりこう止める時間を作ってもいいんですけど、シロギスやりたいならできるだけ動かした方のがいいような気がしないでもないかな。イメージですけどね。あららら、なんて君は。あらら、なんかいたのね。あらららら、ら、これは、うわわ、イワシかなこれ。あ、おお、風収まるのかな、ほんとこれ。お、おお、なんか来た。なんか来た、なんか来た。これは、およよよ、サバかな。あ、キスちゃん来た。あーあー、いい感じ。イエイ、キスちゃんって、来て、手前にいた。かわいいかわいい。ちょっと失礼。はい、よし、手前にいた。たまたま、たまたまか。久しぶりのお尋ねでしたね。トン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 って。おお、来た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 。やっぱ、来た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 。イヒヒヒヒ。あー、うわーい、来たー、いた、あ、シロギスちゃん、かわいい。この辺いることが分かったよ。ちょっとしたね、なんかね、根みたいなね、ゴツゴツって、なんか引っかかる感じがあるところの、ちょっとそばに多分、溜まってるんですよね。嬉しい、2匹釣れた。ちょっと場所変わった、いなくなったかな。ある程度はね、群れを作ってると思うんですけど。あー、
またちっちゃいタイちゃん来た。あらまあ、タイちゃんめっちゃいる。かわいい。びっくりするまだいやな。はい。お、お、お。あ、なんかついてる。やっぱなんかいたね。めごっちゃん。ちっちゃいね。ほら、またタイちゃん。同じ人かな。ラース。あっち行ってたんすね。ああ。あの、白ギス2匹。大体そうなんですよね、なんか。あ、そうそうそう。白ギスだけ釣れればいいやと思ってたので、全然釣れないみたいな。そうっすね、もうちょいですかね、なんか。ナチュラルティップラーみたいな。そのまま確かにそうっすね。流れれば。本当に、本当に流れてるから、あの2人。イカイング、ちょっとこれで釣れなさそうだね。はい、ってことで、結構沖の方に来ましたね。沖の平島のラインで感じですかね。ここでちょっとやってみようかなと思いますね。ちょっと根掛かり注意かもしれないですけどね。ちょっと緑投げてみるか。緑が釣れてるみたいなんで。風早く収まれ。いい感じだけど、テンションコールじゃダメかな。風が。思ったより止まないね。もうちょいで止むと思ったけど、ちょっと鳥居の近くまで戻ってきましたね。あ、意外と正面向いたな。これ沈まんぞ。ちょい寄った方がいいかもな、これ。はい、ってことでまたちょっと島に寄った感じですね。ちょっと深いところが難しそうだったんで、浅いところに来てみましたね。なかなか今日も大変だぞ、これ。あと、あんまり気温が上がらないっていうね。もうちょっと蒸し暑い。なんでこう、俺が来る時だけ寒くなるかね。はい、ってことで、ちょっとまた一旦島に寄りましたね。10時37分、そろそろ、釣れるとしたらそろそろなんじゃないかな。あら？寝がかった。無糖にはちゃんと行ってたからな。この感じ。出そうだけど、この風の音の変化。なんか山だけど、なんか落ち着いたぞ少し。カワセグリーン、これで勝負。チャンスかもしれない。メスかな。おお、わーちゃー。水着はないね。追っかけてきてるのはいないな。そんなに大きくないけど、そんなに大きくないけど、おいしょー、よいしょ。全然ちっちゃいな。全然ちっちゃいけど、全然ちっちゃいけど、久しぶりなんですけど。あー、メスだ。しかもメスか。あー、やっと来た。よし、君も入ろっか。炭吐くなよ。炭吐いちゃダメよ。やっと来た。やっと来た。動かんでよかった。
ちっちゃい。ああ、やったそれは。シロギスが危ない。シロギスが焦ってる。はい。2022年最初のオーリカが来ましたね。メスですね。ちょっとこれサイズ的にはちょうどいいんですけど、ちょっとリリースした方がいいかもしれないですけど、どうしようかな、また帰ろうかな。ちょっと考えます。はい。はい。ちょっとまた島にやりましたね。ちょっと多分取れてないんですけど、僕が釣れた後5分後ぐらいに大阪さんが釣って、その多分5分後ぐらいに矢作さんが釣ったので、ちょっとアオリイカが入ってきたかもしれないですね。チャンスタイムかもしれません。チャンスタイムですよ、もしかしたら。一瞬確かになんか緩んだ感じはしたけど、なんかあるあるだよな、これで釣れた後エギが沈まなくなるみたいな。終わりかな。ごめんね、食べさせて。おとなしくしてよ。あ、ごめん。ぬるっとしてる。ぬるっとしてる、意外と。はい。ありがとう。本当は返した方がいいんだけど。ごめんなさい。君たちは捕まえられるか。はい。あ、意外と。はい。はい、あら、はい、あ、早い、早い、待って、待って、はい、あら、こいつ、あ、苦しい、はい、帰って、うん、よし、終わりましょう。あ、でも良かったです、ありがとうございました。はい、ということで、帰ってきましたね。今年、初めてのアオリイカちゃんが釣れましたね。ありがとうございます。ちょっとメスで卵持っててちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと初物ということで、持たげてきました。重さが 543g ですね。ありがとうございます。今日はイカも天ぷらせずに、お刺身だけですね、作って、いただこうかなと思います。はい、ということで、ささっとさばいていきましょうかね。なんかね、アオリイカが今年初めてとか言ってますけど、そもそもよ。全然最近釣れてなくて、本当にもう2ヶ月ぶりにちゃんとした蝶が出たなって感じですね。長かった。うわぁ、ごめんね、卵ある。ごめんなさい。でも他の子がきっと頑張ってくれるから。うわぁ、ごめんね、卵。産んだ後やったらよかったのに。うわぁ、なんか久しぶり砂漠。なんか感動なんだけど。初めてアオリイカ釣った時のことを思い出すね、少し。当たりは全然わからなくて、かかった瞬間のなんか安堵感というか、うわぁっていう、なんかじわーんとしましたね、なんか体の中が。そして透明で綺麗すぎるやろ、この子。めっちゃ美人やったんやな。ほら。ほら。手が。透け取ろう。アニサキスとかは一発だからね、こんなの。透明ばい。なんか陰謀みたいな。インモービレが。イタリア代表だっけ。ちょっとイカちゃん拭きます。あ、変なとこ反応しちゃった。あ、ちょうどいい。これの5倍とか6倍とかがおるんやろ。正気じゃないやろ。なんか微妙。あれで相変わらずヌンヌルしますね。相変わらずだねって、昔付き合ってた女にそう言われたってやつですね。よく撮っていいのか悪い意味なのかよく分からずヘラヘラ笑ってた。俺だいぶ口が、もう歌えないんじゃないのかな、俺。そういう小説の中に単語がいっぱいある歌。キッチンペーパーがないわ。不思議な体してますよね、この子たち。何があってこんな形になったんだろうなっていう。本当にこれは宇宙人なんじゃないかっていう噂ありますよね。イカとかタコとかって宇宙から送り込まれてる。地球の地形とかを探査してる生き物なのかもしれない。その割にはえらい美味しいけどね。捕まった割にめっちゃ美味しいです、この探査機みたいな、ね。なんかいろんな機械もね、最後食べれるとかやったらいいのかな。ゴミになるじゃなくてね、最後食べれますみたいな。さあ、胴体完了。よし足が割とピンって鳴らして、もうちょっとやってもいいかもしれないけど、一旦ここで止めようかなと思いますね。よし、下処理完了です。お風呂入ろう。はい、ってことで料理の続きやろうと思います。お作りと、あと久しぶりに、イカ卵黄を作ろうかなと思いますね。イカ卵黄に、あー、卵黄、納豆とダメなんだっけ。どうしよう。いっか、納豆は今日はいいや。綺麗ですな。切れたかしら。お耳半分と。うわ、透明。イカ卵黄で使おう。バディの方、バディ。うわ、綺麗。
やば、なんか久しぶり綺麗やね、めっちゃダチュー、あーもういいや、とりあえずお作りでございます。美しいですね。美しくはない、ちょっと微妙だ。イカの醤油だれ使いますね。ちょっと添加物が気になるけどね、白身こそ食べないとって感じと思ってますけど、わー、ちょっと多いなこれ、海苔ごまかけて、イカ卵黄とイカのお作りですね、食べていこうと思います。イエス。はい、ってことでたどり着きましたね。あー長かったここまで。5ヶ月ですよ、5ヶ月。今年になって初めてやっとアオリイカが釣れましたね。はい、もうね、有無を言わさずですが、先に食べたいと思います。キャー、めっちゃ透明なんだけど。いただきます。やば、透明、やば。いただきますね。うん、コリコリで甘い。うん、アオリイカだね、久しぶりだ。うん、ちょっと待って、もうお酒欲しいけど。うん、ね、久しぶりだな、ほんとね。噛めば噛むほど甘みが出て、食感もあって素晴らしいですね。耳の方もいってみますかね。大変だったな、これ釣るまでが。うん、これこれ、ネギと一緒がいいな。うん、やばせだな。めちゃくちゃうまいですね、耳のお刺身も。ということで、次イカ卵黄を食べてみます。卵、さよなら。ちょっと醤油多いか。これご飯にぶっかけたいけどね、お昼にラーメン食べちゃったんで、ちょっと糖質は控えましょうかね。夜はラーメンにね、ちょっと小ライスつけちゃったんでねダメ、マジで。もういつまでたってもこんな食生活が抜けられ。つるっと、これ、うわうわ、いきます。うん、うん、うまっ。やべ、戻れた。うまっ。うーん、久しぶり食べた。うまい、うまい。うん、これ久々だね、めちゃめちゃうまい。やっぱね、イカの醤油だれがポイントかもしれないけどね。料理作るのももちろんいいんですけど、こうどういった調味料を使うとか、そういったところでもね、料理って楽しめると思うので、ぜひイカ料理やってみてください。はい、締めるようで締まりません。食べる。うん、甘っ、甘みが出る。ということでですね、釣れたヤギだけですね、紹介しようかなと思います。一応今日持ってったこのぐらいの種類、ちょっとたくさんあるんですけど、何ですかね、ちょっと地元に帰った時に新しく買ったヤギとかも使ってみたんですけど、釣れたのは、この、こちらでしたね。デュエルの EGQ 食わせのパタパタのラトルなしのグリーングリーンですね。ヤコグリーンか。はい。これが最近やっぱり釣れてる人、多分超過写真見てる方が多いと思うんですけど、やっぱり緑になんか最近ヒットするのが多くて、緑か、やっぱり定番のこの、あらら、定番のイソスジカっていう形で、まあ、これが、まあ、基本のカラーになりつつ、あとはこうどうローテーションしていくかっていう話になるかなと思うんですけど、なんかローテーションとか言ってますけど、結局そこにイカがいるかどうかなんで、今日も、そうだ、今日も多分僕11時半ぐらいに釣れて、で、知り合いの方がその多分5分後ぐらいに釣れて、でもまた別の人が5分後に釣れて、後ろの人もなんか同じような時間帯に釣れたっていうのを後から聞いたんで、本当になんかこうちょっとしたイカの地合いがあるというか、多分ずっと風が吹いてて潮が動いてて、で止まって でちょっと動き出したぐらい、今から動くぞって時にちょっと無風になった時間帯があったんですね。その時にバタバタバタっと多分イカが捕食を始めたっていう形ですかね。でなんかそれが終わった後はもうすごいまた潮がどんどん流れて、なんでしょうね、イギがなんかなかなかそこについてるのか分かんないっていう状況になったので、なんか本当に一瞬の時代をどう迎えられるかっていう、ちょっともうこれは運しかないかもしれないですね。どこにいるかとか、どんなイギ使ってるかとか、どんな作業してるかとかにもよると思うんですけども、なんかね、でも本当に誰にでもチャンスがある、苦しい中でもなんとかイギをそこに落としてこうダートさせて落としていればイカが食うチャンスがあるのでね、ぜひね頑張ってみてもらえればと思います。まずね、まず自分がちょっと頑張りますね。こっからとどん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 ね、連勝できるように頑張っていこうかなと思います。こんなとこでしょうか。あー、たどり着いた。やっとたどり着いた。ちょっと待ってね。よし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 、このためにやってきたばい。久しぶり2ヶ月ぶり、ほんと連れて飲むのって久しぶりなんじゃないの、クロダイの白子以来かもね。はい、というところでいただきたいなと思います。よいしょよいしょ、ちょうど1本入るんだけど溢れそうなので
ということでですね、いろいろとレタイプズいかがだったでしょうか。あの葉山のボートのアオリイカダービーですね、一杯の重さを競うアオリイカダービーが始まりましたので、あの誰にでもチャンスがあるダービーなので、優勝を目指して頑張ってもらえればいいかなと思います。ということで、いろいろとレタイプズご視聴いただきありがとうということで、いろいろとレタイムズご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いや全然言いたかった、そう、チャンネル登録が、あのおかげさまで1000人登録やっといけました。本当にありがとうございますね。あのなんかこう資格を得たみたいな、 YouTuber としての資格を得たという形でですね、すごくあの嬉しい気持ちなんですけども、これからもあのボート釣りをはじめですね、いろんな釣りをやって、あのいろんな情報を届けていけるようなあの動画を作っていければと思いますし、なんかこう僕の動画を見ていろんな人がこうつながって、あの知り合いになったりとか、飲み会ができたりとか、飲み会とかなんかね、あのご飯食べたりとか仲良くなれるとか、そういったあのツールになればいいかなと思ってますし、まあいつかボート釣りでなんかみんなで大会とかじゃ大げさか、なんかそういうちょっとね遊び、なんか大会で勝ち負けができちゃうんで、なんかね、あの楽しめるイベントが動画を通してやれれば面白いかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。泡がなくなっちゃった、はい、ということでいただきたいと思います。ありがとうございました。痛い、これはあと1時間の命かもしれませんね。どうもありがとうございました。